はい、こんにちは。ザイオンフットボールクラブの林です。今日は、またね、自分のトレーニングの動画を撮っていきたいと思うんですけれども、YouTube 始めて一番最初の動画が自主トレをやってるところの、動画なんですけれども、まあ、今日はちょっと種類が違くてですね、もちろんアジリティトレーニングとかはやるんですけど、最近ちょっと屋外で、やってます。で、ジムとかに行ったりもするんですけれど、今日は、鉄棒とか、あと運転とか、ああいう、なんですか、運動器具というんですかね、ああいうのを使って、やってるトレーニングがありまして、そのあたりを動画でお見せできたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今移動してきまして、今からトレーニングしたいと思います。はい、今、腹筋と体幹トレーニング、あれを全部3セットやりまして、次は、懸垂ですね。最近こう自重のトレーニングでもちょっと力を入れてるやつです。頑張ります。
はい、今あの懸垂から運転やってみたんですけど、ちょっとアクシデントで手のあの、ま、豆のところがめちゃめちゃ痛かったんでやめました。最近はあのこうやって外で屋外でトレーニングすることが多くて、ジムでもあのマシン使ってあのトレーニングしたりするんですけど、やっぱサッカーって相手のチャージだったり球際の激しいところで、まあ、予期せぬ動きとかイレギュラーな動きの時に力発揮するっていう、僕そういうスポーツだと思うんですよ。まあ、ラグビーとかアメリカンフットボールとかもそうだと思うんですけど、まあ、なので、最近は何ですかね、こう全身使いながらの筋トレとか、まあ、それこそ懸垂とかって結構足とかでバランスを取ったりするんですけど、そういうのも効果的なんじゃないかなと思ってるのが屋外でトレーニングする理由の一つと、あとは天気、まあ、サッカーは屋外スポーツなので、まあ、晴れてたり雨だったり曇りだったりするんですけど、あと気温とか湿度とかそういうのに体を慣らすっていうのも非常に大事だと思うので、屋外で練習してますね最近は。この後もうさっき豆ちょっと痛かったんで、でもなんかそれでなんか自分に負けたのがすごい恥ずかしいんで、今から腕立て伏せやります。50回ですね。はい、頑張ります。はい、ちょっとアジリティのトレーニングっていうよりかは、どっちかというと筋持久力をアップさせるためのトレーニングですね。この筋持久力、筋肉の持久力っていうのは、まあ、トレーニングやっぱし もっともっとしないといけないですね。自分なりに、課題を見つけて取り組んでますよ最近は。足パンパンにするんですよ。今日はちょっと試合までそんなに日がないので、そこまで負荷はかけられないんですけど、まあ、いつもはもう結構がっつりやってますね。もう一回行ってきます。はい、お疲れ様でした。まあ、ちょっと今日はね、そこまでなんか負荷のかかったトレーニングができない。試合まであと2日3日なんで、まあ、ちょっとこう軽めのっつったらあれですけど、筋肉に少し刺激を与えて、まあ、体力も落ちないようにっていう、まあ、そういうちょっと意図があるトレーニングの内容でした。試合の時にいいパフォーマンスができるようにっていうのをやっぱ一番念頭に考えてますんで、
まあ、今日はこんな感じです。トレーニングの後はタンパク質しっかりとって、筋肉作っていくっていうのをやってます。気持ちいいっすね、トレーニングした後。今スマホ持ってますけど手プルプルです今日はまたこの後、スクールがあったり、ね、子供たち指導する、仕事があるので、まあ、そこでもいい仕事して、頑張っていきたいと思います。また動画のトレーニングの動画載っけてきますので楽しみにしてください。どうもありがとうございました。